タン一つでキャラクターたちが走り出す、話し出す。どうした、ライフさんと。女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだけど、僕どうしていいかわからないんだ。それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。ああ、女という生き物は実に厄介なものだ。息をするように嘘をつけるのが女、女の嘘を決して見抜けないのが男。わかる、わかるぜ。二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも、女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。ちょっと、あんたたちライフセットに変なこと教えないでよね。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたちを食らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃの。ま、その面倒くささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同調と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットは六郎たちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけで判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。え、感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンや六郎の出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。え、はい。ライフセットが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。エレノアも見かけより気が強いよね。あ、私たちが探してるグリモワールもビエンフみたいな精霊なのよね。正直あれがライフセットやアイゼンと同じ精霊だとは思えないんだけど。疑問はもっともじゃが、いろいろと微妙な話が多くてのう。話せる範囲で説明するでぐよ。なら、前から気になってたんだけど、その帽子取ったらどういう顔なの？おおの、それだけは言えないでぐ。いきなりダメなわけ？そのハットのリボン、ピラピラして邪魔だろう。ほどいていいか？バッと、バッと！絶対にダメでぐ。このリボンだけはほどいちゃダメなんでぐ。どうして？それも絶対に言えないでぐ。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えば僕たちがどんな種族かとか、精霊界における位置づけとか能力とか。ああ、それ聞いてみたい。では教えてあげまふから、よく聞くでぐよ。僕たちはノル民族という歴史とした精霊の一種族なんでふ。他の精霊と比べると自然を操る霊力は落ちるでふが、他者の力を引き出し強化する能力に秀でてるんでふよ。お便利パワーアップ精霊ということじゃな。別名凡霊だ。おお、バット！その呼び方はノル民族のトラウマでふよ。どうしてトラウマなのです？その呼び名のせいで平凡だと思われるんでぐ。それが嫌でみんな個性を出すのに必死なんでぐよ。それであなたは妙な話し方をするのですね。なんだか平凡な悩みだな。ビエーン、平凡って言うな。実際のところどうなの？え？精霊と器の関係、意識や感覚の共有みたいなものはあるの？あ、うん。体の中に入ってる時にはエレノアが見たり聞いたりしたことはわかるよ。でも気持ちや考えてることまではわからない。箱に入っても箱の気持ちはわからないでしょ。そういう感じか。ならできるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。
一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。わかってる。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂はビエンフ。あいつは違うか。あたしかマギルーが何とかするとして。あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方が、エレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？ううん、今のところはないよ。それにすごくよく寝てる、うん、ベルベットたちと一緒にいる時は顔が怖いけど、寝てる時はもっと優しい顔っていうか、髪も下ろしてるし、なんか可愛いって思った。へえ、ああいうのが好みなんだ。でもそれはそれ、監視は監視。でも年上の女には気をつけなさい。